はいどうも。普段はスプラトゥーン2の実況をしているうなぎと申します。今回はですね、ポケモンレッツゴーなんですけども、ガルーラ捕まえましたか？ガルーラの生息地を見てみると、このね、岩山トンネルって書いてあるんですよ。まあ、ここ行ったわけなんですよ。で、すぐ出るだろうと。今回もお香みたいな、ポケモン GO ではお香っていうポケモン出やすくなるのがあるんだけど、今回コロンっていうね、香水。珍しいポケモンが出てきやすくなる香水。これを使ったらね、ガルーラなんですぐ出てくるだろうと思ってたんですけど、全然違くて、1時間近くずっとこの洞窟さまよってました。一応捕まえたんですけど、一番の出口ってシオンタウンの方なんだけど、シオンタウン側の、まあ、はしごがかかってる、まあ、出口らへんで、探索とか、まあ、放置してたんだけど、最終的には放置してたんだけど、もう諦めて、それ出てきたんで、よかったらその映像をご覧ください。あー、びっくりした。カラ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 。ガルーラ！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 人影かーん！ガラガラー、頼む。ないの、ガルーラの曲。うわー！いたー！来たー！マジか！嬉しい！やばい！やばい！ガルーラ！食べろこれ。俺絶対捕まえるぞ！おい！絶対捕まえるぞ俺！はい！あはは！捕まえてやる！はい！頼む！お願いします！やった！ゲットしたぞー、ついにガルーラゲットしたぞー、一発や、嬉しい。嬉しい。やべえよ、ゲットしちまったよ。おー